西堀栄三郎1月28日から1989年4月13日、86歳没は、日本の登山家、無機科学者、技術者。14位。滋賀県東大見市にある、西堀栄三郎記念探検の伝道京都府出身。京都市中、三校を経て、京都帝国大学理学部科学科卒業。兄弟講師、助教授を歴任した後、 東京電機に移る。1936年、京都大学より理学博士。論文の題は、分子線による科学的研究。東芝技術本部長時代には、海軍の要請を受けて、真空管空を開発し、技術印象を受賞した。材料不足の状態でも大量生産できるように、微細な部分に至るまで製造マニュアルを完備し、 新橋の芸者を集めてでも製造可能とされた。戦後は独立の技術コンサルタントとして統計的、品質管理手法を日本の産業界に持ち込み、デミング賞や電電公社総裁賞を受賞。戦後日本の飛躍的な工業発展の礎の一つとなった。兄弟に助教授、教授として復帰、また第一次南極観測隊の副隊長兼越冬隊長や、 日本山岳協会会長を務めた。日本初の8000メートル級登山であるマナスル登山計画時にはネパール政府との交渉役となった。日本原子力研究所理事や日本生産性本部理事も務めた。1973年、群像を当局日中受賞受賞。ありがとうございます。